車のワイパーから4しちゃってる。ってことで今回は車のワイパーゴムの交換やってみます。購入したのがこれ。購入してから初めてのワイパー交換です。あると便利な工具はこれ。正門の内張り剥がすやつ。ワイパー外すときに使いやすいよ。こんな感じに爪を上げて押し込んで角度を変えて引き抜く。とっても簡単。もう一回やってみます。爪を上げて押し込んで角度を変えて引き抜く。今回使用するワイパーゴムです。長い方のワイパーがこちら。短い方のワイパーがこちら。使い方は裏に載ってました。まずは古いワイパーゴムを取り外します。押し出すと取り外せます。小さいワイパーも同じように取り外します。取り外したワイパーについている金属レールを取り外します。レールは新しいワイパーゴムの取り付けに使用します。新しいワイパーゴムを開封。新しいワイパーゴムに金属レールを埋め込みます。金属レールの向きに注意して取り付けます。片側が付けれたら反対も金属レールを取り付けます。金属レールを付けた新しいワイパーゴムを取り付けていきます。溝に沿ってつけていったら最後のストッパーの部分までグッと押し込みます。しっかりとついてるかチェックしたら長いワイパーゴムの交換は完了です。次は短いワイパーゴムの金属レールを取り外します。新しいワイパーゴムを開封。新しいワイパーゴムは長さが違います。長さはカットして使用します。先にワイパーゴムに金属レールをつけます。
は飛び出た部分をカットします。ハサミでカットします。反対側の金属レールをつけます。溝に沿ってスライドさせて取り付けます。ストッパー部分までしっかりと押し込みます。これでワイパーゴムの交換はほぼ終わり。あとは車に取り付けるだけです。取り付け方は外した時と逆手順。ワイパーゴムの交換が完了しました。やり方さえわかればめっちゃ簡単です。ガラスに塗っていきます。きれいに拭き取ったら完了。視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。